さあいよいよ高橋さん、東京ダービーが行われますね。そうですね、はい、私たちもこれ、はいはい、東京ダービーの私も、はい、プロセスを着て今日は着させていただきました。気合十分で、J リーガーの入団記者会見みたいなんですけども、ね、フラッシュを浴びそうな感じですけれども、はい、なかなかこう、はい、白とそうですね、白とネイビーとで、はい、なかなか、揃って、私もあの白だけちょっと恥ずかしかったんですけどここから私も安藤さんがあの一緒に付き合っていただいて素敵ですよ、はい、とてもお似合いです。あの、はい、なんとか、はい、ダービーいい予想したいですね。そうですね、はいはい、このポロシャツは後で視聴者プレゼントもありますので、ぜひお見逃しなく。それでは早速参りましょう。今日のメインレース東京ダービー、まずは枠順です。今日のメインレース第11レース第58回東京ダービー S1、 距離は2000m、 ご覧の16頭フルゲートで争われます。発走時刻は8時10分です。そして現在の単勝オッズはご覧のようになっています。1番人気は9番のアートサハラで 3.1 倍、しかし拮抗しています。2番人気4番のイミズパラダイスなど続いています。そして東京ダービーに出走する各馬場体重の増減はご覧の通りです。今日のメインレースは第58回東京ダービー S1、 16頭フルゲートで争われます。それでは出走各馬を日刊競馬の高橋光雄さんに解説していただきましょう。たくさんの方が駆けつけていらっしゃいますね。そうですね、はい、やっぱりダービーはちょっと特別な、感じがしますよね。そうですね、はい、まずは1番コスモワイルドです。ブリンカー着用ですけどもね、はい、今落ち着いてますし、人気ちょっとありませんけどもね、状態自体は悪くないと思いますけども、はい、そして2番ブルーソングはいかがですか。ちょっと気合がね、入ってテンションも高いですけれども、まあ、入れ込みというほどでもないですし、はい、こちらも、やっぱりダービーに出走するだけのことありますね。きちんと仕上げてきました、はい、ちょっと首差し高いですね、頭がね。そして3番プーラビーダ、3番注目のプーラビーダ、そうですね、やはりちょっとお腹のあたり、はい、細いといえば細いマイナス9キロというのはこのあたりに出てるのかもしれませんけれども、はい、注目の時の馬体が分かりませんのでね、何とも言いませんね。もう一回これ見てみたいですね、はい、さあそして4番エミーズパラダイス、2番人気です、はい、これはもう掛け値なし、そういうことをなしに非常にいいですね。はい、さすがやはり川島厩舎ここ一番はやっぱり仕上げてきますね。もともといい馬ですけど今日は特によく見えますね。はい、そして5番北さん翼です。はい、花田杯の時よりは馬が落ち着いてると思います。はい、やっぱりコース経験しましたんでね、前走のようなことはないと思いますね。はい、はい、続いて6番ジャルディーノです。この馬はパシファイアしてますようにね、はい、結構パドックでうるさいんですね、今日もそうですけどもね、はい、ただまあ、これはそういう、まあ、いつものことということはありますんでね、そんなに気にすることはないですね、はい、そして7番ゴールドキャビアです。こちらもまあ同じ川島厩舎で、はい、この馬も見せますねよくね、ただカッパ体重500キロ以上の馬にしてはやや細身に私は映りますけれども、はい、まあ、このくらいの入れ込みだったら心配ないでしょう、はい、そして8番ですスカイインテンス、いかがでしょう。まあ地味ですけどね、はい、非常に馬落ち着いてますしね、こうやっぱり大きなレース使って勝ってきた馬だけのことはありますね、はい、はい、そして1番人気です9番アートサハラです。
それはよく見せる馬ですけれども、今回もいいですね。前回あの羽田編の時、あ、これは非常に馬が良くなったなという感じをしましたけれども、はい、その好印象を今回も引きずって、いい状態を保ってますね。はい、そして10番メビウスラブです。これはあの調教の時にやはり馬を見て明らかに太めだというふうに感じましたけれども、はい、まあ、その時よりはだいぶすっきりはしてきましたね。ただやっぱりまだちょっと余裕のある体つきかなという印象です。はい、中1番ダイヤモンドダンスです。これがやっぱり、早くから私は注目してた馬なんですけども、なかなか馬が良くならなかったんですけれども、はい、ここに来て非常に状態は急上昇してますね。はい、今日もきっちり仕上げてきました。はい、12番は競泳ロブストです。いかがでしょうか。気合の入り方がいいですね。はい、これも、中間も意欲的な、大いに来て追い切りをしましたしね。はい、まあ、ハードな状況をこなした割には馬体もしっかりしてますし、いい状態だと思いますね。はい、そして13番プレティオラスです。これはゾラビーダーに負けず劣らず、やっぱりこの馬もいいですね。はい、はい、調教師さんこちらもなかなか期待しているような感じですかね。はい、そして14番ディオです。ディオもこれは中間馬を見せに来て軽くですけれども多いコースを経験させただけあって、はい、まあ初めてになるんですけども、まあ落ち着いてますね。はい、15番はカントリーウォークです。これは今日すぐ結果が出るかどうかは別として、はい、非常に馬が良くなってますしね。はい、私は先々この馬はもっと走ってくる馬だと思いますね。今日の馬の状態も非常にいいと思います。はい、そして16番ベルモントレーサーです。前走がねちょっと大敗した後なんで、はい、中間 その状態心配されたんですけれども、まあ、まずまずの状況ではないでしょうか。はい、特に前走と比べて良くなった悪くなったってことはないですけれども、はい、少なくとも前走の大敗というのはそんなに心配しなくてもいいんじゃないかと思いますね。はい、わあ、たくさんの方はいらっしゃいますね。ということで第58回東京ダービー S1 はご覧の16頭で争われます。発走時刻は8時10分、距離は 2000m です。さあ注目馬見ていきましょう。本命の3番プーラビーダ、マイナス9キロ。これはもう一度ね、はい、その映像で確認したいんですけれども、まあ、結構中間入念に乗ってきましたんでね。はい、またマイナス9キロ、ちょっとお腹のあたり、細い感じはしますけれども、はい、まあ、究極の仕上げということで、馬の気配そのものは悪くないですからね。はい、ね、現在2番のブルーソングが映っています。この後ろが3番プーラビーダですね。もう薄い待ってますよね、ご覧のようにね。はい、ただやっぱりこの初物尽くしといいますかね、はい、その辺がどこ出るかですけども、まあ、周回化されることにしたかって、さっきよりいいですね。これはちょっと、何周かしましたけどもね、はい、これ重なる周回を重ねるごとに、馬のこの気配というか感じというか、臨戦態勢が整ったというか、はい、いい雰囲気でこう変わり目見せてきましたね。まあ、これの感じでこのまま本馬場でということですけども、はい、これはちょっと心配ちょっとしましたけれども、お腹のあたりももう心配ないですね。あ、そうですか。はい、はい、そして4番エミーズパラダイスが対抗ですね。まあ、やっぱりさすが午後一番の時の川島の最強者は馬を仕上げてきますね、きっちりね。どんな馬なんですけどもね、はい、そういう感じを受けませんしね、堂々としてますよね。はい、まあちょっとやっぱり牝馬かなっていう感じを羽田杯というのがしたんですけども、はい、今日は羽田杯の時以上と言ってもいいくらいの、そのくらいいいですね、エミズパラダイス。はい、はい、楽しみですね。エミズパラダイスは船橋からの参戦馬です。さあ、そして黒三角は9番のアートサハラですね。はい、アートサハラもこれも馬の気合というのが
はい、表に出る馬で、非常にそのパドックではよく見せるんですけれども、はい、先ほどちょっといつもよりテンションが上がり気味かなと思ったんですけれども、はい、まあ、これから映像出ると思うんですけれども、うん、おそらくこの馬も、周回を重ねるごとにどっしりとした雰囲気を、が出てきて、はい、良くなってると思いますけれどもね、うん、後サハラも前走強かったですし、そうですね、前走の時に、ね、はい、あ、この馬は変わったなという感じを受けたんですよ。先ほども同じようなこと言いましたけれども、はい、その好状態っていうのを、まあ、今日も維持してますしね、はい、やっぱ勢いというのをこの馬の場合、あのアトサハラの場合は感じますね、一番ね。羽田杯を制したアートサハラ、現在は2連勝中ですね。どちらも 1800m。 さ、そして白三角も紹介していただきましょうかね、はいはい、私は白三角の一番手にはダイヤモンドダンス11番を挙げたんですけども、はい、この馬もここへ来て非常に馬体が良くなってますね、はい、それと的爆臭、うん、悲願のダービーに向けて、はい、ここは秘策が一発あるんじゃないかと、それと、はい、じわじわじわっとこの馬力をつけてきて、はい、こういう混戦の時の、うん、ダービーの時はこういうタイプの馬が過去何回か勝ったりまた穴を開けたりしたんでね、はい、まあ、結構人気になってますけどね、うん、まあ、私はダイヤモンドダンスをその評価を高めた、白三角の一番手にしたんですね。あ、このアトサハラの映像が映りましたね、はい、したね、はい、あ、先ほどよりやっぱりちょっと落ち着きが出てきて、雰囲気がちょっと変わりましたね、余裕が出てきた感じがしますね、こうやって見るとね、はい、530あるようには見えませんよね、非常にバランスいいですし、ね、うん、そうですね、この馬も先ほどとのプラビーダもそうですけども、はい、初めの見た周回の時の、雰囲気よりもいい、よく変わってきましたね、やっぱり上位3頭こうやって見るといいですね、はい、おー、はい、もちろんみんなこのダービーに向けて出走してくる各馬、はい、それぞれに仕上げてきますけれども、うん、この上位3と、うん、私が印つけたからいうわけじゃないですけれども、うん、よく見えますね、はいはい、あとはそうですね、私はカントリーウォークというのがね、はい、これはダービートライアルを勝ってきたんですけれども、ちょっと2000m を1分10秒台で時計的な裏付けがないんでね、はい、人気はあまりないですけれども、まあ、良くなるってきてますし、はい、先々のことを考えて、ちょっとご祝儀で白三角をつけたんですけども、まあ、これで構想されたらご祝儀になったら関係者の方におられますけどね、あ、これ今度はダイヤモンドダンスの映像です、はい、うわー、お腹のあたりがきちっと仕上げて、はい、これかなりやっぱりここに向けてきっちり仕上げてきた感じしますね、今までのダイヤモンドダンスと比べると非常に引き締まった感じで、はい、いい雰囲気だと思いますね、はい、今騎乗合図変わりましたけど、はい、やっぱりダービーというのは独特の緊張感がやっぱりありますね、これ私ももう30何年ダービー見てるって言ってますけれども、はい、これはやはり特別な、まあ、競馬人だったら誰でもそうですけれども、我々この、まあ、新聞記者でも同じですね、やっぱり、はい、いいもんですね、もうその独特のこの緊張感があって、はいはい、他にも気になる馬がいれば教えてください。そうですね、あとベルモントレーサーというのは、はい、この前ちょっと自分のレースをしてないんで、はい、白三角をつけましたけれども、あんまりいい印象はなかったですね、あとジャルティーノも、まあ、これはこのいつも通るということで、あと、まあ、印をつけなかった馬の中でよく見えたのは、はい、プレティオラスですね、13番ですね、これはちょっと、まあ、
印を打っとくんだったなという、まあ、なって反省してますけども、よく見えましたね、はい、でもやっぱり上位3頭がねいいですよ、はい、今日は、これはもう結果分かりませんけれども、はい、うん、この力を出せる状態は間違いないですし、特にアナハイの1着2着馬はやっぱり高い評価を与えてるんじゃないですか。問題はドラビーダーがどの程度力をこの追いコースで発揮できるか、それにかかってくるんじゃないでしょうかね。そうですね、まだまだお話を伺いたいところですが、はい、もう間もなく本馬場入場です。東京ダービー発走時刻8時10分です。お楽しみに。それでは東京ダービーの買い目狙い目紹介しましょう。高橋さんは今度は3番の一等軸マルチの3連単を挙げていただきました。はい、まあその一昨年ですか、はい、マルカビスティというのが同じように中央からこの東京ダービーに向けて狙いにして見事に勝ったんですけれども、はい、まあ、以前と条件が変わりましたからね、こういう使い方ができるようになりました、はい、うん、まあ、その中央に勝馬、先ほども言いましたように前走のユニコーンステークス、前回のその中央競馬ですね、ユニコーンステークスを勝った馬が2着ですか、2着の馬がこの前走園田の兵庫グランプリプラビダ、これ3着だったんですけども、そのまあいわゆる比較からして、ユニコーンステークスというのはやっぱりこの次のジャパンダートダービーのトライアルレースですから、はい、そこの辺上位入選馬と、互角の勝馬をしているんで、力的には十分足りると思います、はい、馬も良かったですし、はい、まあ、この最後の私この馬を本命にした決め手は調教の動きです、はい、なるほど、これ良かったです、まあまあ、その初物尽くしですし、はい、そんなにやはりダービーというのは甘いもんじゃないですから、はい、不安材料もありますけれども、うん、まあ、調教の動きという、まあ、トラックマンで一番大切な私はポイントを最後を重視してこの馬を本命にしました、はい、ここからいきます、はい、3連単3番4番9番ですと 56.4 倍となっていました。ぜひ皆さん参考になさってください。以上東京ダービーの買い目狙い目ご紹介しました。それでは第58回東京ダービー S1 本馬場入場です。第11レース重賞 JBC 協会協賛ダービーウィーク2012第58回東京ダービー競走 S1 距離 2000m の出走馬をご紹介いたします。1番コスモワイルド、馬体重 453kg-2 柴田大地騎手 56kg、 2番ブルーソング 472kg+1町田直樹騎手56kg、3番プーラビータ 457kg-9 吉原博人騎手56kg、4番エミーズパラダイス 466kg-3 戸崎啓太騎手54kg、5番北三翼 503kg+7
石崎駿騎手56キロ6番ジャルディーノ469キロプラス5真島大輔騎手56キロ7番ゴールドキャビア500キロプラス5武豊騎手54キロ8番スカイインテンス480キロマイナス3張田隆騎手56キロ9番アートサハラ530キロマイナス2今野忠成騎手56キロ10番メビウスラブ522キロプラス18酒井秀光騎手54キロ11番ダイヤモンドダンス484キロマイナス1的場文雄騎手56キロ12番競泳ロブスト466キロプラス3柏木武博騎手56キロ13番プレティオラス454キロプラス3本橋幸太騎手56キロ14番ディーヨ485キロプラス3酒井誠司騎手56キロ15番カントリークォークカントリーウォーク492キロマイナス4庄司大輔騎手56キロ16番ベルモントレーサー507キロプラス6山崎誠司騎手56キロ以上16頭です。それでは東京ダービー開始馬を解説していただきましょう。こちらは11番ダイヤモンドです。はい、的場騎手に勝たせたいですね。なんかね、これはエミーズパラダイス、はい、ついてますねこの馬はね。まあ、今年は、まあ、今年もですけど牝馬強いんですけれども、はい、まあ、そうですね、男の馬に入っても堂々としてますね。これは北さん翼、はい、この馬をちょっと加えたいですね。ちょっと先ほどの推奨馬の中から2頭ね、はい、今日ブリンカーしてきましたからね、はい、これは元屋敷のプルティオラス、はい、これはいい気合で、なかなかいい感じの、これは最後一番末脚は目立ちましたからね、ただ展開がどうなるか、はい、ちょっと今日の馬場状態ですね、その辺がこれ微妙に影響しそうですね。花が入るとはちょっと違う感じのレースになるかもしれない、はい、アートサハラも、はい、これはもう今度の騎手馬を落ち着かせて、まあ、そつないですよね、はい、ディオはまあ初コースということでちょっと物見をしているような感じですけれども、はい、まあ、その辺を、まあ、晴れた騎手は考えてるんでしょうね。ではベルモントレーサーがレースをしてませんからね、今日外枠で前回はインコースでちょっと包まれてと、いうことだったんですけど、全く違う条件でどう乗るかですね、はい、ビュースラブ、まあまだ重いですけどもね、ただ能力失礼しました、追い切りの時から比べると絞れてきた、はい、プラビーダー、悪くないと思いますけどもね、はい、ただ正直言って分かりません、これは、もうつきましたね、ジャルディのこの馬は折り合いがうまくつけば、はい、末脚はやはりここら辺でもちょっとトップクラスですからね、
上映ロブストは川崎太郎の参戦、はい、そしてこれがブルーソン、これも川崎太郎ですね。まあこの辺はいわゆる、下から勝ち上がってきて、今ですね、はい、まあ竹騎手ゴールドキャビア、はい、ちょっとまあ細く見えますけどもね、はい、体の馬体重の割にはね、カントリーオークは、まあ、今日はちょっと苦戦するかもしれませんけども、これから私はこのまま注目しているんですけどもね、はい、そしてスカイインテンスです ね、スカイインテンスもこれは東京ワンカップの勝ち馬、はい、東京ワンカップをどう評価するかでしょうけどね、まあ、こういう混戦の時は東京ワンカップ、クラウンカップ、いわゆる別路線羽田杯を得ないで来た馬というのが穴なんですけども、はい、今年の東京ワンカップ組はそんなに私は評価してないんですけどね、むしろ今これはコスモワイルドですけども、むしろ、はい、クラウンカップ組北三翼というのが、私さっきちょっとボードでこの馬を落としましたけども、はい、許されることなら、北三翼を加えたいですね。相手 1,2,3,4,5,6 頭、5頭だったら6頭にちょっとしたいですね、はい、今日ブリンカー着用ということと、はい、クラウンカップの方が同じ別路線だったら